はい、皆さんこんにちは、 DJ 陽次です。とおかゆです。暑いね、暑は夏いな。さあ、今週の土曜日8月10日は、ハローポテチカーニバルっていうイベントやります。このタイトル、あの亀中の人だったら分かる、亀田中学校の人だったら分かると思うんだけど、ハローポテトカーニバルってあって、それが去年で終わったらしいから、俺が勝手にリベンジして今年ハローポテチカーニバルにしてやるってわけ。8月10日の土曜日9時から5時まで、ポテチ食べ放題でやります。で、入場料は2000円、通ドリンクとかから、時間無制限3500円まで、好きなコースで入ってってください。入場して飲んでください。で、DJ は俺と、あ、DJ 王子と DJ 源と、DJ 勝也で、おかゆやれる？やんない。あ、やんないそうです。やってよ。多分やるかもしれません。あの、みんなの声があればやります。で、まあ勝手なんだけど、DJ 王子大好きなポテチランキング第3位、じゃじゃん、プリングルスオリジナル塩味。ん、薄塩味だったっけ、あの赤いやつ。何塩味ある、 あるじゃん。見たことない。昔オリジナルって味だったんだけどね、あのしょっぱいやつ、なんかすっげえしょっぱいの、あれ、あれ美味しいね。プリングルス、あのこうチップスター、チップスターみたいなやつ。 あれ、あれ、あの用意しとくからね。で、第2位、ピザポテト。あ、ピザポテト、あ、2位なの。2位なんだよね。1位だと思う。いや、1位気になるでしょ。で、まあ、ピザポテト濃いよね、味がね。濃いんだけどね、あの、コーラとピザポテトのタッグマッチ最高だよね。アンパンに牛乳、なんかちょっと ベストコンビネーションのこと言ってるよね。なんかね、何、例えば白米に納豆とかさ、そういうやつ。ちょっとキムチにマヨネーズ。あ、え？いつもそうやって変化球だね。何、キムチにマヨネーズ、かけたことねえわ。キムチにマヨネーズ美味しいの？もうやってみるわ。たこ焼きにチーズ、え、たこ入れないチーズ、たこ焼き、チーズ焼き、チーズ、ずいぶん変色だね。チーズとビーナ、ちょっとまともなこと言ってみてよ。こういうコンビネーションあるある。ご飯に納豆。いやいや、言ったじゃん、そこ。言った言った。自分なりでオリジナルできてる。何、あと何ある。ご飯に漬物。いや、漬物は漬物でも。お茶漬けと、お茶、何茶漬け。お茶漬けと、お茶漬け、お茶漬けはお茶で溶かすみたいな。なんかよくわかんねえな。大丈夫ですか。まあ、グダグダになったから次行くけど。第1位、カルビー薄塩味。どう、意外。いや、普通。普通でしょ。普通だけどね、あの40に、ね、差しなりましたわけでね、なこってりなのもちょっとしんどくなってくるわけ。そこでね、前はコンソメパンチが堂々1位だったんだけど、今4位ぐらいかな。なんかコンソメパンチこう食うとさ、なんかこう喉のあたりで生存し続けるわけ。わかる、これ。わかる、わかんない。なんかちょっと軽くなプチゲップするとさ、この辺のコンソメの汚い。いやいや、汚い。残りがみたいに来ない。あれちょっと40になるとちょっとしんどいわけ。それ薄塩だとちょっと軽いの、それが。つわりじゃん。つわりつわり。そういうこと。ということで、まあ、今言った3種類、まあ、薄塩味だったりプリングルズとかだ、ピザポテトとか、他に小池屋とかさ、あ、カラムーチョとか、まあ、いろいろもうあの1万円分ぐらい買ってこようと思ってる。どう？いい。もっとちょうだい。あの俺のポケットマネーから1万円分ぐらい買おう。マジか。余ったら俺持って帰るけどね。え、お持ち込みは OK。 ああ、もう、あの、いいこと言ったね。お持ち込みして。できればお持ち込みして。お持ち込みしてくれると嬉しい。いや、しなくてもいいよ。持ってこなくてもいいでしょ。でも、お持ち込みして。持ってきてくれたら嬉しい。あの、まあ、うちフード持ち込み自由だし、出前とかも取れるんで。まあ、ポテチばっかりね食べて飽きた人とかは、まあ、自由にあの向かいのここのか屋さんからラーメン出前することもできるし、うん、ね、中谷の食堂、あ、なんだっけ、本町食堂だっけ、本町食堂とかも出前してくれたり、
あとまあ近所ねちょっと歩いてセブンイレブン行ってね漬物買ってきてもいいしな、うん、あのキムチにマヨネーズかけてもいいしね、うん、お茶漬けになんだっけ、お茶、お茶漬けにお茶やってもいいと思うし、まあそこはお任せします、ね、よかったらよかったら持ってきて、うん、多分足りなくなると思う、1万円は絶対ないでしょ、足りないでしょ、足りないよね、無理で、いや結構な量だよ1万円分って、買ったことないけど1万円、でも なるべく余してうち持って帰りたいからさ、まあ、よかった骨出ちゃったよかったらもうできてください、8月10日土曜日9時から5時までハローポテチカーニバルだからね、で翌日8月11日どうぞは一応予定は6時からか7時からおた物語を始めます、ちょっと待って、決まってないのまだえでも多分7時かな、7時って言っといた方がいいんじゃない、じゃあ7時7時からおた物語がありますイエーイ、今回は初登場の高専坂46さんも出ることが決まってます、若いよ、あら若いよ若いよそうとね、DJ などあと、まあ私も出ると思うので、よかったら笑うとこあった今どうしたの10時までなので、10時以降はどうするんですか、10時以降は通常営業を行いたいと思ってます、あ、これどうする、あの、例えば7時から10時に入った人がその後も楽しんでくってなったら3500円、え、あ、まずあれだよ、おたものあたりのシステムは料金システムは2ドリンク2000円、ああそうなんだ、通常通りなんだか、2500円のやつはなし、90円、はいはいはい、あだから2ドリンク2000円か3500円飲み放題だけど、3500円飲み放題の方がそうだよね、うん、え、っていうことはあれでしょう、まあ月5時までやるとして、そうだから10時間飲み放題やばい、そうだから、10時までいる人は、まあ、2ドリンク OK だけど、まあまあ、だけどそれ以降もいるっていう人で2ドリンクは NG、うんうんうん、な感じ、ああそうなんだ、うん、ああじゃあ10時終わったら一旦2ドリンクの人はバイバイお疲れさんですみたいな、うん、あなるほど、え10時以降500円ずつ飲んでいくとか、まあ、なくない、あ、オッケー、そうみたい。うちの親方が言うなら間違いないわ。なし。はい、じゃあそんな感じですかね。だってそうだ、結果飲んだら3500円食べるよ。いや、まあね、お盆ですからね。うん、台風も来てるし、うん。とりあえずここで雨宿り。ね、雨宿りしてこいよ、うん。クーラーも効いてて。クーラーって今言わない？冷房？冷房も効いてて涼しいし。あ、人入ってくると暑いけど、扇風機入れたから涼しいわ。うん、です。はい。で、その翌日が祝月だよね、12日、うん、やるから、お出入れ、そのまま休まずやるから、いつまでやん、その翌週の土曜日が18日ぐらいかな、まあその翌週の土曜日までやって日月で休むから、私17日いない、あ、いないの、うん、どこ行くの、札幌、17、金曜日、うん、土曜日か金曜日、ああ、ざっくりだな、うちもあその日月で休んでちょっとね、家族サービスしていけますんで、うん、ちょっと休ましてねその分頑張って働くからいっぱいお酒も飲むし、うんうん、いっぱいポテチも食べるし、食べたいだけじゃん、いっぱい何するの、いっぱい歌う、いっぱい歌う、いっぱい歌ってくる、嘘、あっと嘘、いっぱい酒飲む、嘘つけよあ、飲むか、飲むかもしんない、一番酔っ払う、レアなおかゆが見れるかもしれない、よかったらよかったら来てね、はい、ご出入れでした、ピピピピピピピと出そうエドモンド本田